お疲れ様です。今日もね火曜日かな、火曜日、もう一日終わりそうですね。今4時40分ぐらいです。まあストレスのね塊ですが、頑張ってもう一回街頭演説やろうかなと思います。今日はねドル円の FX が結構上がってますね。DXY とかあとは10年国債とか、プラマイゼロぐらいだったような気がします。ビットコインもそんなに上がってないし下がってもないし、まあ、4万2000ドルぐらいだったかな。まあとにかく、投資をやるということが今年の目標としてやっていこうと思いますし、まあ、本当に仕事は決まんないですね。はい、まあチラシも配っていかないといけないかなと、まあ、ダメ元でやっていきます。ということで、じゃあ今から街頭演説始めますね。つまらない話をします。レッツドゥーディス。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。無所属で、政治活動を、やっていて、10月に関係がありませんので、株を持っているから、株価が上がればね、個人金融資産が増えて、要は余剰資金が増えてお金をね使うことができますが、株を持っていなければ全く意味がありませんので、ただ日銀もそのお金をたくさん吸って、でお金をジャブジャブにして、でそのお金を例えば ETF とかリートを買ったりしているそうですね。政府公務員が税金を使って経済に手を出すというのはやっぱりね、あまりその経済が、まあ、悪化してしまうので、本来はやるべきではないのかなと思います。まあ、今度はその日銀が確か、紙幣の、ね、デザインを変えるということで、まあ、その紙幣のデザインを、ね、変える本当の目的が個人的にはちょっと分かりませんから、ここら辺もちょっと調べていきたいと思いますが、まあ日本人の生活を良くしていくためにも、あまり公務員をね、信用しすぎるのは危険かなと思います。まあ一番大切なのは税金だけに頼るではなくと思いますので、まあもし当選することができれば議会の方にね、提案をしていきたいなと思います。まあ、浜名湖の漁港も、まあ、何度か見に行ったことがありますが、まあ、税金で作っているのでね、かなり立派な作りになっていました。まあ、そういったところをこう一般の人たちもね、納税者の人たちも使えるようになれば、もっと有効的なね、活用もできると思いますし、まあ、1年間のね漁港の漁獲高よりも漁港を税金で整備するお金の方が高いのでね、まあ、ここら辺は規制を緩和していけるように頑張っていきたいかなと思います。まあ、その何ですかね、海のルートが開発されれば、新しいその回路も開拓されますし、お金に余裕のある人たちも必ず興味を持ってくれると思いますので、まあ、漁港の開放というのはかなり大きな効果があるのかなとは思います。で、富裕層、超富裕層たくさんいますからね、日本国内には。だから県外からも富裕層を呼び込むためにも、マリンレジャーの普及とか、年間コストを下げるとか、投資をね勉強していって、自分の力でお金をこう作っていきたいですし、だから子どもたちにもその選択肢を増やすためにも金融の教育にはね力を入れていくように提案をしていきたいかなと思います。まあ、学校の教員の数は余っていますから、まあ一応条例の範囲内でもかなり差別化を注視していこうと思っております。また何か変化があれば、ここでね、動画で言っていこうかなと思います。一応明日も雨が降らなければ、朝一で連絡庁の方で街頭演説しようと思っておりますので、まあ、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ということで、まあ、20分ぐらいですかね、ですよね、多分2時過ぎに来るということなので、まあ、また明日、2時過ぎに行って動画を撮ります。まあ、ということでね、今日一日お疲れ様でした。
また明日から頑張っていきます。よろしくお願いします。オーラガイス、Thank you for watching、スマッシュライクボトムス and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. やら、よろ、バイ。